秋ですね。秋といえば位置についてやい。運動会、今回の GP 倒産ゲームは運動会アガるネタをジンニーちゃんとやります。では始まります。キキチ、はい、皆さんどうもこんにちは、クライマジンです。クライマタオです。ということで、今回のタオ TV はまず土曜日に僕たちの運動会があります。イエーイ。そして土曜日に会います。僕は6年なので小学校最後の運動会です。なのでさあ、で今回に関して、今回のこのタオ TV は運動会でなんでこんな、これをやる必要があるんだ、なんでここまでやるんだということを言っていきたいと思います。イエーイ。人気ビデオ、どうぞ。はい、1つ目、デーデン、なんでリレーをしたら逆に生徒が頑張れと言うより先生がもっと盛り上がるのだ。確かに、みんな頑張れ頑張れ、はい、そこそこ、はい、そこまで、はい、先先先、はいって言うんでしょうね。ね、2つ目、なんでこのリレーの始まる前に駆け足って言ったらいいんで、この足を1、2、足踏みを理解できませんよね。5秒とかいろいろ言いましたが、なんかリレー始まる前、駆け足っつってみんなずっと駆け足するじゃないですか。その時30秒ぐらいその場でなんか1、2、1、2ってランニングの信号を待ってる状態、あれを30秒以上するじゃないですか。それって何の必要があるんだって、全体進めって言った時にもうバーって行ったらいいんじゃないですかねと思って、その30秒のせいで駆け足するから、その分の体力が失われてます。ということはリレーに負荷が出ます。なので体力がない人はだいぶ不利な状態になるんです。そのことについてはどう思いますか、皆さんコメントで教えてください。どうぞ。3つ目、ゲーデン、ラジオ体操、皆さん知ってますか。てん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 っていう方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょうやつです。それはなんでラジオ体操なんだ。そもそもラジオ体操って何なんだ。何なんだ。僕たちはその時代に生まれてない。ちゃんと教えて教えて教えて。Mami, llevo tiempo atrás de ti, loquito por darte un beso.